が苦労するとこ見せていただけるんでしょうか。Tracking the men behind all this. Chief Security Advisor Simmons. What? There must be some sort of mistake. I report to Simmons. He's your supervisor? We're on our way to meet with him right now. Where is he? I need to know. Hey! Let me handle this.Your orders were to avoid contact with anyone. Leon's not just anyone. He saved my life back in Raccoon City. Fair enough. Look out! に会うというところで墜落してしまいます、はい、でそこに別の目的で通りかかったジェイクたちが、墜落しそうな飛行機をもうゲーム中のプレイ中に目の前をこう飛行機を通るんですけれども、そこで見てその先にまで行ってみようというところで合流したステージになるんですね。すでに複雑なこうね心境が手に取ってね、まあ、ここのシーンはレオのストーリーとジェイクのストーリーが重なり合うコ、はい、ソーバーの、はい、でこの敵の拙なくあの巨大な爪と強靭な肉体で仲間を一人また一人と捕まえてしまうという特性を持っていて、本当だ、せっかく4人で戦っているのにまた一人一人とこう仲間が捕まって攻撃ができなくなってしまった。これジェイク捕まっちゃいましたね。あら、これジェイクだけは特別に捕まっちゃいましたね。これジェイク特別なんですよ。ジェイク捕まっちゃいました。この人はジェイクを狙っているのでジェイクを捕まえに来てます。まあ、今回ジェイクはですね、あのマーシャルアーツ使いますので肉弾戦でバトルの、まあ、お父さんに見えるかどうか分かりませんが、そこができるポイントですね。おー、捕まったよ。これと仲間に今助けてもらいましたね。自分も助けつつ助けられるというところで、あの今これ4人でプレイしているとき1人でプレイしたらどうなんだというところはあるんですけれども、3人は AI になって1人自分がプレイヤーになったり、はい、まあ、コープでプレイしているときには最大4人まで、このステージでコープがすることもできると、はい、いうところですね。逃げてったら追っかけますか。はい、そういったあの逃げていったんでここから隙を見て逃げるみたいな感じの、今なんか口に入れましたよ。あ、これね、今回ハーブがタブレット状態になって、はい、はい、食べることができるんですけれども、はい、この壁を越えて、4人で先に行こうと思います、ね、はい、というところでお、また現れた。あ、よかった。邪魔が入って今レオンとシェリーが一緒に壁の向こうに落ちちゃいましたけれども、はい、じゃあジェイクのパートナーはとなると、先ほどレオンのパートナーだったヘレナと一瞬こうパートナーチェンジがこのステージでは行われる、はい、こんなハプニングもあるんですね、はい、というわけで、この相棒は、ヘレナが共に戦うので、まあ、ジェイクがどう戦っていくかヘレナがどう助けていくかというシーンですね。そこはレオンがプレイしてるの。レオンをプレイしてる方は、はい、シェリーとのパートナーになって、あのなんとか次の手を行ける待機ですね。あ、じゃあ同じステージだけども、今は見えないけども、はい、こっちに向かってきてくれてるんですね。
そうですね。おお、なんかバスが来た。バスを使ってレオンとシェリーが合流できましたね。おレオンが運転してたんです。ええ、はい、これでまたようやく4人に戻って、でステージの方も実はさっきバスが突っ込んだところが、はい、また新しくこうステージを開ける理由になって、ちょっとこうステージがより広がった感じでの戦闘に繋がっていくというところで、あ、そういった事象で変化していくんですか。えすごい、はい、まあ、そういった形でこのクロスオーバーのシーンは存在ですが、以上でちょっと今日は終わりにした。あらあら、残念ながら、はい、残念です。